はい、ということで今回やっていくのは、お宝交換所でね、シャンクスが配布されている、さらに、シャンクスの超過素材が、ゲットできるということで、まあ、ちょっとね、超進化させるためにちょっとガチャを引いていこうかなと。そしてどんな割合なのかっていうのを見ていきましょう。もう確実にゲットしたい。一応6個目から、この超進化のスカルがもらえると。で7回目からは2000個あるうちの、まあ、2個が出てきますよと。うん。まあ、なんでこれを2回クリアしないといけないっていう状態ですね。いやーこれ結構難しいことになってますよ。でまあまだね、絆決戦開催されているんですが、一応2200枚溜まっていますので、まあ、ちょっと挑んでいこうかなと思ってます。やっていきましょう。まあということでね、まずはこちらなんですけど、まあ自分がいつもやっているね、ガチャの引き方っていうのをね、ちょっと話しながらやっていこうかなと思うんですけど、まず1回目はね、もう30枚引きましょう。うん。これはもう30回引いてください。で、まあ全部獲得できますよという感じですかね。で、続いていきます。まあここもね、個人的にはまあこのまま交換しちゃってもいいかなっていう感じですので、50回引きましょう。これでとりあえずシャンクス初ゲットですかね。で、サボの超進化スカルももらえるので、サボもね、今後ちょっと超進化させていこうかなと思ってます。いや、かっけー。このね、シャンクスはね、性能もいいし、イラストもかっこいいんで、ありがたいんですよね。うん。さらに超進化させるとかなりいい性能になりますので、いや、ぜひとも超進化させたい。行きましょう。さあ、3パート目 ?3 周目ですか?まあここも個人的には全部引いてますかね。うん、ここは引いてます。ここまではとりあえず100回分引いてます。さあこれで、3体ゲットできるんだ。計15体ぐらいゲットできるのかな。さあ続いて4周目。まあここからがねちょっと考えどこなんですけど、まず100回は引きます。自分は一旦100回引きます。いや頼むよ、もうここら辺で全部出てほしい。わ、1枚しか出てない。シャンクスか。まだサボが出てない。これ多分サボが当たらない限り終わらないんですかね。サボとシャンクスが出るまでかな。まああとね、必要なのが、まあそうですね、やっぱこの金箱ぐらいまでが必要なものですかね。まあね、とりあえず10枚ずつ引いていきます。とりあえずサボ狙いでね。さあサボかな、これ。お、いいね、サボ。あ、やっぱこれシャンクスも出ないといけないんだ。大変だな。いやーやっぱ節約していかないといけないですからね、この枚数は。うん。じゃないと本当にシャンクス超進化できないぞっていうことで。で、シャンクスってなんだ。シャンクスが超進化できないと、もう本当2、3ヶ月後にしかこの交換所に現れないので、もうそれまで超進化できないと。で、多分今後そのシャンクスの超進化の、キャラを使う場面が来ると思うので、うん。まあ、なんでできる限りね、この時点でゲットしておきたいっていうのはある。さあいいね、結構いいよ。さあもう30枚弱。あ、これで一応次のステップに行けますかね。ちょっとお宝見ますか。必要なもの、まあまあまあ、うわ迷うな。この綿飴とか欲しいんだよな。もう一回だけ引くか。もう残り10枚になるけどね結局10枚になるけど、まあこんだけでいいか。とり、いやもういいや、もう引いちゃえじゃあ何だったんだこのわけで10回引いてたの何だったんだよ。じゃあおい何してんだよ。行きましょう、5周目。まあ100回引いていきましょう。いやーやばいな、チケット足りんぞ。さあいいね、結構落ちたね。いいね。さあ他はシャンクス、あと2体か。まあこれも100まで引いていいかな。シャンクスこれで2体出れば結構でかい。わ、1個か。わ、1個残しか。ちょっとシャンクス出るまで引きますかね。さあ、シャンクス早めに出てきて、お願い。さあ、来い。あ、来ないね。いや、やっぱこのね、この、何ですか?旗?金色の旗はね、結構必要になってくるので、全部回収はしておきたいんですよね。来るか。来ないかい。来ないんかい。シャンクス落ちてくれ。シャンクス来る?お、来た!やっと来たね、シャンクス。ありがとう。さあ、あとはお宝リスト見てみるんですが、いや、もう引かなくていいか、これは。これはもういいかな。もったいないし、うん、これはもう引かないっすね。もうそのまま行きましょう。さあ、
ご役来ました。ここで去って出てくれれば一番ありがたいんですけどね。やっとここでシャンクスのスカルが当たるっていうね。長かったよサボね。いいよサボ、もう全部溜まったのかなこれで。さあ、いや出ないね。シャンクス来い、シャンクス、シャンクス、やばいってシャンクス。どうしたどうした、来い、もう来ないとやばい、来ない来ない、よしシャンクスか、スカル、よしオッケー。とりあえず1枚ね。これでこれで今どういう状況だ、これ今どういう状況、もう全部出てると。うわ、チケット欲しい、チケット欲しいし、この石板も欲しいな。どうするか、まあ、チケット出るまで引くかな。じゃあ10枚ずつ。チケット来ないね。チケット来てもらわないと困るな。チケットは欲しいな。さあ、うわ、あと1200枚、いけるか。あ、来たね、チケットならもういいか。ここはいいよ、飛ばそう、リセットします。さあ、ここでやっと、ここからが勝負です。皆さんお楽しみください。いきましょう。これぐらいの確率で、まあ、なので一応1000分の1の確率出ますね、今ね、今の状態で。来い、シャンクス、うわ落ちないか、ダメよ、200連目、来いシャンクス、いやまずいまずいまずい、来い来い、いや落ちないな。ちょっと待って、これ虹箱だよね。あ、違う、虹箱じゃないんだ、だからワンチャン来る可能性あるのか。来いシャンクス、シャンクス、やばいって、いきます、シャンクスお願い、とりあえず1枚。いやまずいって、それは本当にどういうことよ待って、やだやだよ、それだけは頼む、もう来てくれ、よし1枚来た、ありがとう、ありがとうございます。でもあと3つ必要なんだよね。いきますか、シャンクスよ、シャンクス、あ、終わったかもなこれは。シャンクス終われ、シャンクス来い、頼む、いやまずいなこれは、終わったなこれもう無理でしょ、あと300、400枚ぐらいか、無理かこれは。あー無理だな、これ無理かもな、無理かもしれん。わ、てか今思ったけどさ、あれか、もう出た時点でリセットした方が良かったか。まあ行くか、もうこれは、これはもう行こう。いやまずいな、今リセットしとけばもうちょい確率上がったのか。やっちゃったな、もう終わったなこれ、これダメだな、もうとりあえずもう超進化はできないと。できないやんけ、敗北です、できないやんけ。シャンクスの、超進化スカル、ゲットしていきましょう。一応超進化スカルなんですが、絆決戦の報酬の方で2個もうゲットしているんですよ。で前回確か2個まではゲットしてるのかな、だから今4つなんですけど、まああと1つゲットすれば超進化できるんですが、一応ね、検証としては、この報酬2個ね、2個分の報酬はなかったと考えて、あと3つ当てたいなってところですね。まあということでやっていこうと思うんですけど、チケットの方もね、ランキング報酬とかで、たくさんもらえたので、ちょっとリベンジしていこうかなと思っております。まあということで引いていきましょう。いやサクッと出てくれれば一番ありがたいですが、でもねこの被災28度の石板はねめちゃくちゃ欲しいので、どんどん来てほしいですね。さあ来い、あま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 あ、この能力解放のね秘伝書の方もたくさんゲットしたいんですよね、これね、秘伝の書やっぱ強化するときに結構使うので、うん、たくさん持っといていいかなと。いや全然出ないね、そろそろ来い、いや来ないな、あるよねまだね、まだあるもんね。いやいやいや、3分の1よ、3分の1来い、いえ3分の1よ。さあ2分の1です、 50% 確率来るはず。え、来ないことってある、ちょっと待て、まあ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 、もうしょうがない、これは引くしかない、うん。まあこれで1個ということで、もう3つはゲットしましたね、あと2つってところですね。お宝あと4つはなんだ、何が残ってる感じかな、はい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 、うわ、チュービンとか、まあ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 、チュービン欲しいな、ちょっとチュービン狙うわ、チュービン出たら終わり、よし OK、 じゃあリセットしていきましょう。さあ頼むよ、100連引いたら20、10分の1か、来い来い、ここで落ちてくれ、来い、なあ
あ、でも膝にハットはいいね。さあ、200連目。来い来い来い、いやー、来ないかー。まあ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 。やばいよ、あと1100回。1100回しかないよ。やばいね。来ないね、意外と。いやー、まあ一応今でも超進化はできるけど、検証としては負けるぞ。検証としては、ダメだぞ。やばいね。来ないね。さあ来い。ここら辺で落ちてくれ。頼む。来い。よし一個落ちた。ありがたい。いや、ここで一旦取り消して、2000分の2にしよう。したら1000分の1になるので、これ一回リセットします。あと700枚。頼むよ。700枚に出てくれ。ここで終わろう。来い。いやー、来ないか。さあ頼む。来い。シャンクス、お願い。あと500枚。頼む。あと500枚。くー、来ないか。来い。500枚。残り500枚。ずー。頼む。あと、400枚。やばいね。あと300枚よ。来い。終わろう。ここで終わろうぜ。さあ、やばい。やばい。検証として負ける。検証として負けるぞ。頼む。100連。来い、頼む。くわ、終わったかもな。89枚よ。頼むよ。終わる。来い。ここで押してくれ。おお、最後に来てくれた。検証。勝ち。さあ、ということで皆さん、シャンクスの方、超進化させていただきます。行きましょう。さあ、超進化行きますよ。うわ、かっけー。能力もだいぶ変わりますからね。行きましょう。頼むよ、超進化。どーんと、かっこよくなるぜ。あ、そういえばなんかシャンクスのイラストも修正されたっぽいですよね。あー、確かこれ、ウタの背中に翼があって、おかしくないかみたいな、確かね、あったんですよね。まあ、それがなくなってますよっていう感じですかね。うん。まあ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 、かっこよくなりましたね、結局。結局のとこかっこいい状態ですけど。さあ、ということで強化していきますか。シャンクスちゃん。シャンクス強化させていただきマンモスってね。レベル上限。そうですね。まあ、4つだけ使って、1体は自分残しとくタイプなんですよ。残しとく派なんですよね、一応。で、皆さん、しかも今回、歌いるじゃないですか。歌の超進化前のやつ、今回特攻になってますけど、超進化後は特攻になってませんからね。これね、ね、皆さん覚えててください。1体超進化前のキャラ持っといた方がいいですよってとこですよ。ね。そうしておきましょう。自分も一応1体残してたんで、まあ、どうにかなったって感じですね。うん。進化前のキャラを使えたっていう感じですね。うん。まああとは、まあ強化しちゃうかな。ちょっとだけ能力解放、まあ30個ぐらい使いつつ、確か海賊祭でも結構使えたんだよね。だから海賊祭の方もちょっと、強化しつつっていう感じかな。まあ5個ぐらい使っとこうかな。であとは普通にレベル強化っていう感じかな。まあなんか適当にレベル上がるやつ使っといて、さあ強化です。さあ、まあこれ最後まで上がらないんですけど、1体は残しといた方がいいですよっていう感じですね。まあ最悪石板でも強化できますし、どうにでもなるんで。さあ、レベル上限突破はマックスまでいきますね。うわー、これでも11なんだ。もっと使っとけばよかったな。まあ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 。まあこれで一応99レベル以上にはなってるので、最大強化と見てもいいかなという感じですかね。まああとはこんな感じでいいかな。うん。さあ、海賊祭レベルも上げつつっていう感じですかね。まあこれぐらいかな。あと150。まあまあまあ、こうしとくか。こうしとくかな。まあこうしとこうか。はい、ということでね、今回は、絆決戦でね、シャンクスの超進化スカルの方が、まあ、宝箱で出てきますよということで、まあ、
まあ十分ね周回した、プレイヤーはしっかり超進化スカルゲットできるのかという検証だったんですけど、いやーどうにか、手に入ることができましたね。最後の最後に出てくれたので、まあ一応検証的には勝ちという感じになってますかね。まあまあ勝ちも何もね、一応報酬の方で2個はもうゲットしていたので、うん、まあ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 、まあ、結局も揃ってはいたんですけど、まあガチャの方でね、宝箱の方でちゃんと5個出るのかっていうのを、検証させていただきました。でまあね、シャンクスのもちょっと強化しつつ、まあ今後ね、まあ特攻キャラになったりだとかするかなと思いますので、ぜひとも使っていきたいなと思っております。まあかなり高性能なんで、皆さんもねぜひとも、まだ超進化しないよって方は超進化させていただけたらいいかなと思っております。まあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。